は日本舞踊における流派の一つ。髪型前に分類され、京都で発展したことから、京舞とも呼ばれる。異常流とは、儒者井上圭介の妹里が、この絵家で風流舞を学び、八千代という名と、この恵美子の門をもらって、一流を立てたのが始まりである。踊りとは言わず、舞とする点を見てもわかるように、極度に硬い描線と体の緊張を書くとして、 簡素な動きの中に豊富なイメージを描き出そうとする舞であり、腰から上の身体技法によって感情を表すのが特徴的である。初代、井上八代が、この絵や、一条家や戦闘後所勤めの折に脳にしさを得て、危険の前に披露しても恥ずかしくない舞踊を作ったという句伝をそのままに体現した舞踊であると言える。京都の祇園は、天保以前は祇園調と、 祇園新地に区別されており、祇園町の型が角が数段上とみなされ、明治以降は、後部と乙部という呼び方に変わった。番庭や芸妓、舞妓のある方が後部で、都踊りも祇園後部に始まった。初代の名である二代目、井上八千代は、祭女として知られ、当時花町の師匠として風靡した篠塚流に、対抗するには、もはや風流舞では、おぼつかないとみて、 江戸期より伝わる上方舞を集大成し、金剛流の能舞や人形浄瑠璃の人形の方、さらに歌舞伎からも取材して、新しい舞を考案した。この独特の舞が、京舞、井上流であり、これが、祇園町と手を結ぶきっかけとなり、祇園後部の正式唯一の流派として三代目、井上八千代に受け継がれた。明治5年、京都発の展覧会である京都博覧会の、 余興として、祇園公部、番庭の杉浦次郎衛門と、異常流三代目、井上八代が、都踊りを企画。その振り付けに三代目が、京舞、井上流を採用したのをきっかけとして、現在では、京都祇園公部の芸儀舞子が習う、お座敷舞や、宮古踊りの流儀としても知られている。井上流京舞は、三代目、井上八代の孫にあたる片山黒衛門と、 結婚した愛子に受け継がれた。祇園の乙女流とされた、祭の約束により、女性のみで、男子禁制を歌う流儀としても知られる。代々の家元が、京都の農学して方、野村金剛家や関税流の片山家と縁が深く、その影響を強く受けているとされる。金字に白抜きで、びしの縄文、扇の図柄の根本は、この縁、このえびきの段々、お稽古が進むほどに、 模様の段数が増える。大人用は、発骨で9寸5分。ありがとうございます。